実は手繋いでるとかも実は手実は手まあ、移動していただく前にですね、ちょっとお話ししたいことがあって、花尾さんと電眼さんに、はい、いいですか、ちょっとだけ。はい、大丈夫、はい、大丈夫。すみません、ちょっとだけ席外していただいて。あ、じゃあ、すぐ終わります。営業の方に、大阪とかの方に、ちょっと合流したいです。移動の時をこれから、ね。こちらで。あ、はい、そうです。あ、失礼します。あ、で、岡田君、ちょっとカメラ止めちゃって。了解です。すいません。実はちょっと本当のところがあって、はい、番組をその YouTuber の二人絡めて作りたいっていうのは実は本当に進めたいこととしてあるんですよ。ほう。それは本当なんですか。そこは実は本当なんですよ。で、はい。NHK の総合の、帯っていうんですけど、毎日放送する枠 で、はい、でそこにお二人に出ていただけないかというか、企画のところからそこからプロデュース的な意味も、はい、になっていただけないかなっていうことをですね、すごくね、すごくね、YouTube の番、あ、NHK さんの番組を僕らが作らせていただける。そうです、そうです。かつ出演もするとかですか。出演もする。まあ、実質は僕らの YouTube チャンネル。チャンネル、まあ、イメージとしてはそれ。まあ、企画の概要ですね、まあ、これからもちろんお二人の意見伺いながら、はい、どういったものが面白いのかと、それこそちょっと詰めていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、理系の実験系の動画がいいかなと今思ってます。これは本間ですよね。これは本間です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 。すみません、疑心暗鬼になってます。いや、写真の今だから。それをもしやっていただくとしたら、はい、結構なその稼働になるというか、平日は毎日、毎日番組、毎日番組だから撮影毎日入るぐらいの。だからか、まあ、実際正直僕はもともとテレビ志望だったんで、うん、夢のあるお話というか、うん、ここまで来れたなっていう感じで、ちょっとあれなんですか、まあその2人が YouTube で毎日撮影してアップしているのもちろん拝見してるのが分かってるんですけど、うん、まあ、そちらにいろいろ影響出てくるような話じゃないかなと思ってるんですね、うん、この話が。そうですね、はい、そうですね。で、まあ、その YouTube 動画をもうできなくなるっていうことまでをこの番組内で保証できますと。どういうことですか。つまりその2人がそちらの YouTube で、の活動で得ている収入っていうのがあると思うんですけれども、例えば半年間 YouTube での活動ができなくなりますっていうことになったとしても、そこの保証はこちらでいたしますってことです。保証、そこまで保証しますということで、もう今のところ予算としてはですね、そこに2000万見てるんですよ、その保証に、はい、で、その半分をもし今日企画に乗っていただけるっていうことであれば、半分ご用意してます。え、なので YouTube を、はいはい、半年間やめてテレビのことをずっと考えていただきたい。いや、どうですか。僕はちょっと今 YouTube を手放すのは相当苦しいっていうのが正直な気持ちですけど、やっぱりテレビより YouTube ですか。いや、テレビより YouTube というか、僕は別にテレビ派で YouTube 派でどっち派でもないんですけど、僕らってあのチャンネルはゼロから作ったんですよ、うん、まあ一人で始めましたけど、二人で始めたというか途中から二人でやり始めて、それをゼロから作って今ここまで来たものを手放すっていうのは、まあ、正直お金とかじゃなくて、人生的なもので、うん、あのチャンネルは僕にとって大事なものなんですよ、うん、
それを半年稼働しなくなるっていうのは、ちょっと正直僕はできないです、正直。まあただその辞めるっていうことではなくて、その半年後にまた再開できますし、いやそうなんですけど、逆にそのテレビの方で活躍してファンの方もそちらで2人のその姿っていうのが見れるのであれば、また戻ってきた時に新しいファンを連れて、いやチャンネルに戻るっていうこともあるんじゃないかと思うんですよね。どうですか、アナウンさん。個人的にはそうです。ちょっと額が額なんで、内心ちょっと揺れてはいますね。うん、まあもちろん金額的なところとか、ですね、であればまだこちらも調整、調整可能です。いやこれボールはちょっと厳しいかな。うん、まあ、正直毎日っていうのが相当厳しくて、うん、週1本とかだったら別になんとかなると思うんですよ。なるほど。ちょっと融通みたいなのは中途半端なことをできないんですよ、テレビで。まあそういうことですっていう覚悟を持ってちょっとご相談してます。人が変わってこういろいろブレるのも嫌なんで、僕は正直お金では解決できない、面もちょっと正直あれはあるかもしれないですね。それはかなりの大金が今ここに目の前にあるんで、それだけやってほしいっていう気持ちは大きく伝わるんですけど、ちょっと正直あのチャンネルを捨てるというか捨てはしないですけど、現状は正直ノーに近いです。僕はこれが4分の1っていうことでもいいです。いやまあお金、まあ、まあチャレンジにはなるのは間違いないと思うんですよ。でもちょっとそれにしては全てを方向転換させすぎてる気が します、僕らにとっては。いや、ありがたい話で、あれなんですけど。これが4分の1ということになる。4000万ってことですか ?4 分の1ってことが。そうです。念願さん的にはやっぱでも、YouTube の気持ちが強いと。でも YouTube やから、そっちとかでもとかじゃなくて、一から作ったものをそんな簡単に半年手放していいんかっていうところが俺は一番でかい、あれ別に YouTube って形じゃなくても俺は多分手放したくない、たまたまそれが YouTube やっただけって感じです。あれはテレビやったかもしれないし、他のビジネスだったかもしれないですけど、せっかく俺ら出会って最初一から始めたのに半年っていう長い期間、 YouTube にとって半年ってかなり長い期間なんで、その長い期間半年何もしません、それでお金でっていうのは僕はちょっとすごく厳しいです。そういうことです。本当にありがたい話ではあるんですよ。ただそれは正直 YouTube ありきで現状考えてしまうので目の前にこれをあって申し訳ないですけど、このお金は受け取れないです。素晴らしい。というわけで、もしもテレビの人が2000万で YouTube やめろと言ってきたらどうするのかドッキリでしたー。わー、こっちが本命だよこっちが本命だよいや、お疲れ様です。ありがとうございます。イエーイ、やりましたー。イエーイ、早くに。はい、というわけで今回はですね、 NHK エンタープライズさんとコラボ撮影させていただいたんですけども、エンタープライズさんのロボコンチャンネルというね、YouTube チャンネルがありまして、そちらの方でも僕らとのコラボ動画が上がってますので、よかったら、チェックしてみてください。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。これは素晴らしい。ベンガさんすごいですね。もうそういう気持ちでやってるんだっていう。やった。だってこれガチやん。もう本物ですよ、本物。お疲れ様でした。終わりました。お疲れ様です。レンガさん、これ見たことある、この感じ。完璧やったんだよこれ。ドッキリ第2弾成功しました。よかったよ。ちょっと泣きそうだった。泣きそうだもん。やっぱこれは疑いはなかったですか。いやちょっとドッキリやってほしいと思いました、正直。完璧だったな。いや僕正直、テレビってそういう感じでってなってました。正直オファーの仕方、オファーの仕方がお金なのねと。結局お金なんやってなってショック受けてます、正直。正直ショック受けてます。なんかそこドッキリ。ドッキリ。でも確認したんですよ、僕ちゃんと日本銀行券入ってるかなとか。ちゃんとなんか偽物じゃないかなとか。月曜日レギュラーでええやんってめっちゃ思ったもん俺。言われて、確かに。なんで全部俺らがやらなあかんねんってなって。確かにと。